どうもこんにちは。作業療法士のみのです。今日はシニアの方に向けて椅子から立つのがスムーズになるトレーニング方法をお伝えしたいと思います。この運動はとっても簡単にできますので、ぜひなかなかこう捕まらないと立てないとか足腰に力が入りづらいという方はですね、この運動を行って安全に、そしてスムーズに立てるようにしていきましょう。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動方法をどんどん投稿しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではどんな運動なのか一緒にやってみましょう。ではですね、今日の運動は椅子をもう一個使います。座ったままですね、椅子をこういうふうに目の前に置いていただいて、この椅子に向かって手を伸ばしていきます。そして手をついてお尻を浮かせる。これだけで OK なんです。うまく立てない方の大半はですね、このお尻を浮かせるところがすごい苦手になってしまって、お尻が浮き上がってないのに膝に力入って立とうとして一回でこう立てなくなっちゃう。立つときというのは必ず体が前に、この足の真上に重心が来て、お尻が浮いて、その後膝に力が入ることで立ち上がれるんですけど、この手順がしっかりできてないと、僕でもですね、いきなり立とうと上に力入ると立てなくなっちゃいます。なのでこのお尻をですね、浮かせる練習というのが大事になります。だけどやはりこう前にこう体重をかけるのってとても怖くて、思ってた以上に前にかけれない方がとっても多いので、椅子を用意していただいて、椅子に手をかければ勝手にお尻浮きますよね。なので、こういうふうに椅子にタッチ。これだけでいいです。タッチ。いいですか？これをじゃあ10回やっていきましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、戻しましょう。さあ、ここからですね、しっかりと体重が前にかけれた、お尻が浮き上がったこの状態で膝を伸ばせば、立ち上がることができて、これを一連の流れでですね、体重前にかける、お尻が浮き上がる、膝が伸びる。というふうに一連の流れでできれば、スッと立てるようになりますので、もちろん最初は練習なので補助を使って、椅子という補助を使っていいので、トン、タッと立てるようにしていきます。では今度はタッチして膝を伸ばす。で、座る。これをですね、5回でいいので一緒にやっていきましょう。では行きます。タッチして、膝伸ばして、1。で、座ります。せーの、2、1。座って、せーの、3、ん？で、戻して、せーの、4、1。戻して、では最後いきますよ。せーの、5、おっと。はい、戻しましょう。さあ、今の感じでですね、流れを思い出していただいて、椅子につかまらないで、スーッと前に持ってきて、膝にぐっと力を入れる。そうするとですね、こう、なかなか立てなかったり、こう手を使わないと立てなかった人も、スッ、スッと、立てるようになってくると思いますので、こういったですね、立つための手順というのがまず大事になります。それを練習するために、椅子という補助を使った今日は運動方法をお伝えしました。なかなか一回で立てなかったり、ひどい人だとこう立つのに失敗してトーンと座って、圧迫骨折とかこう腰を痛めてしまう方もいるので、やっぱりスムーズに、安全に立つっていうのは今後とっても大事になります。なのでこういう立ち上がりの方法、立ち上がりの練習方法ですね、覚えていただいて、ぜひですね、安全に立てるように鍛えてみてください。このように運動方法とか、トレーニング方法をですね、どんどん僕が投稿していきますので、ご興味ある方はこちらのチャンネル登録というものをしていただくと、新しい投稿が届きやすくなりますので、こちらもよろしくお願いします。それでは今日はこれで終わりましょう。お疲れ様でした。